おはようございます。今日は太平洋クラブの港南コースにやってきました。港南コースの練習場を紹介するのは初めてとなります。切り替えます。広いです。さあ、この黒いウェアの方は誰でしょうか。今日一緒に回る小暮さんです。軽い、軽く打たれます。おはようございます。おはようございます。大学心です。宮下です。小暮です。今日は夢のコラボ動画ですね。そうですね。多分ジャンガーさんでラウンド動画を見せるなんてないと思うんですけれど、はい、ないです。ダブルスでちょっとティーショットぐらいはやったんですけど、はい、だみんな見たいと思いますよ。いやちょっとすごい見られましたよ。あの土砂降りのみんなで話してるジャンボ店のやつはすごくあの評判も良くて、あ、そうですか。高評価も良くて、うん、コメントも多くて多かった。はい、ありがとうございます。いい。今日のテーマはコースマネージメントですね。はい、どうですか。あの僕と三枝さんが8月27日の試合に出るんですよ。試合、僕は試合初なので。初試合、はい、やばいですね。コースマネジメントすら知らないで初試合。はいはいはい。アマチュアの方にマネジメントとかってやったことないんですよ。そうですよね。プロだけですよね。ですから、イメージは優しく、いや優しめ、厳しめ、厳しめで言っちゃっていいんですか。お願いします。言っちゃないんですかね。これトリッキーですよ。はい、トリッキー来ましたね。今日1回目のトリッキー来ましたよ。あとその日のために今日は、ね、ヤーデージブックも、はい、あのこれ今ちょっと見させてもらってるんですけど、はい、しました。一回ジャパンプロやってるんですよ。ここでですか。はい、おでジャンボさん稼いでるんで大体は分かるんですけど、やっぱコース試合のセッティングと今ちょっと変わってると思うんで、うん、基本難しい。難しいですよ。難しいと思います、僕。そんな記憶が、はい、はい、では一ホールずつもいつも通りね、はい、私で小暮さんのショットも皆さん見たいと思うので、小暮さんは本当は兄の順でこう行きたいと思います。はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。今日はですね、新しいドライバーも振っていきたいと思いますので、まあでも80台では回りたいと。6100ぐらいのヤーテージを見つけて、80、そうですね、5ぐらいで回りたいと思います。頑張って。僕たちバックティーなんですよね。はい、僕の向き方3バーディー。おー、かっこいい。かっこいい。これスコアじゃないですよ。いいとこ見せた、いいっすね。バーディーを取るのがやっぱ楽しみなんで、僕は。スリーバーディー。スリーバーディーも。いいっすね。あ、僕は次の試合が7050ヤードって書いてあったので、バックティーで回って100ちょうどを目指したい。ちょうど？いや、切ってください。おかしくないですか？最後の方計算し出しますから。100切るために。あ、じゃあそういうのマネジメントよろしくお願いします。はいはい。あと僕も新しいドライバー2本あるので、それを試してみています。よろしくお願いします。付け足しいいですか。はい、僕もニュードラ。お、全員借りニュードラ、ニュードラ借りてきた。借りてきましたけど、借りてきました。何のドライバーなんですか。水野。おー、水野で借りてきたっすから。エリカちゃん。そう。エリカちゃんドライバー。ちょっとレンタルし、ちょっと、はい、ちょっと調整しないとダメですからね。ちょっと打ってみ、はい、はい、では楽しくラウンドしましょう。はい、お願いします。お願いします。6100ぐらいでラウンドします。基本的にちょっと狭いんで、はいはい、あのでもバンカー入れちゃいけないじゃないですか、はい、だからバンカーに入らないクラブだから、手前のバンカーの距離ですか。そう、手前のバンカーのとこまで思い切って打てるクラブがいいです。緩ますんじゃなくて190ぐらい、いや210ぐらいまで打っていいと思います。ここ難しいところなんですよね。ドライバーだと、うん、もう200、転がると20ぐらいまで。転がって220、はい、そしたらドライバーでいいかも。本当ですか。うん、しかも朝一でしょ。朝一、はい、いきなり満振りなじゃないじゃないですか。やっぱしかもやっぱ距離も残るのも嫌だし、はい、このだってバンカーの手前、いや手前ですね。うん、はい、小暮さん、はい、今のは、はい、ちょっと左に、いや左行っちゃったんですけど、行っちゃいましたね。しかも浅い字じゃないですか。はい、で右はもうダメなの分かってるんで、はい、あれ OK です、左だと。 OK です、OK です。しかも浅い字でだってその日の自分も状態も分からないので、うん、
で、だからってスプーンで飛ばないクラブで力入るのも嫌だったんで、あ結果よし、いや結構一人でも OK じゃないですか。フェアウェイ取れるわけじゃないですよ。小暮さんは今あの後ろから打って右サイドのなんか左に林にバカバカ打たれるから、はい、あ、それ言い訳だ。ちょっと右に逃げときました。いや、すごい、うん、あどうやって今、なんかスプーンでしたよね。あの僕もバンカーに入んないクラブ、うんうん、でもしっかり緩まないそうように、はい、打ってみたいな、はい、で、自分なりにちょっと小細工で、今のはでもやっぱこう木越えとかやってとかしないですか。します。これこのホールはね、ちょっと今日は初撮りなんで変な緊張があるそうですね。ちょっと様子見させてください。はい、わかりました。ちょっとあのほらみんなこんなになっちゃってるから。そうですね。みんなあの、はい、これが一番ダメな店ですね。はい、みんな左でボール探してまーす。このグリーンは、はい、奥に傾斜してるんで、こう大きく傾斜してるんで手前が OK。おお、この矢印通りに行くと、そうですね。手前から。はい。グリーンはまあピンっていうより真ん中目ですか。そうですね。ピン左の方がいいです。はい、左目。だいぶダフった。これは奥に早いんで、はいはい、まあ突っ込みたいですけどね、でも。突っ込みたい。突っ込んでもお登りですから。逆に言ったら。そうですね。そうそう。なるほど。それを頭に入れとかないとダメですね。突っ込んでも大丈夫。突っ込んでも登りが残る。はい、まあ、行け。行きたいか。突っ込めなかった。もうちょい、ゴー、オッケーオッケー、はい、ナイスボギー。小暮さんどうですか、はい、このコース、このホールの印象は。ちょっとまた言っていいですか。はい、トリッキー、トリッキー行きました。バンカーまで250、はい、で、アゲンスト、はい、で、バンカー越えるのが280、うわ刻みです。位置が全然違う。そのバンカーに入れろと言ってるようなもんですか、これは。ですからバンカーに入れないクラブで打ちます、僕は。だから、これでもセカンドがもしかしてあのピンがあんなところにあるのを見ると、はい、右に打ったら打ちにくいってことじゃないですか。ですけど、はい、いやバンカーに入らないクラブでフェアウェイ、あの今のカートあのところ、はい、カート狙い、へー、バンカーの一番右端のラインをスプーンでいきたいなと思います。ここですね。これマネジメントとかじゃなくて普段のラウンドだったらドライバー使っちゃいます、はい、あの、はい、遊びで来て、うん、刻むの嫌な人もいると思うんで、うん、ドライバーが好きな人はドライバーでガンガン行っちゃっても、うん、その楽しむためには、うん、そうスコアに縛られないね。そうですよね、うん、めっちゃ飛んで超える可能性ありますもんね。そうそう280以上飛ぶ人だったらキャリーで、うん、アゲンストで、うん、全然ドライバーの方が広いです逆に、うん、あ、行っちゃえば僕はそんな飛ばないんで。だからね、ドライバー打ちたい人はもうドライバー準備して、これクリックです。嘘なんでそんなのいいじゃないですか、ドライバーでゴーゴー曲がるのドライバー打ちたい人は打っても、その今日はマネジメントなんで、はい、わあ、いい音、バンカーに行った、いい音、バンカーには入る、やりかな、狙いやすいところだね。かぶりましたけど、うん、見えない、右ね、あれ全部左だ、あ、落ちてる、入った全然大丈夫です。みんなテンション上げすぎちゃうっていうテンション上げすぎな、手打ちになってるって今、今、うん、リズムも速くなっちゃうんで、はい、その分引っ掛けちゃってるから、うん、今林から出したぐらいのテンションがいいって、バランスもいいですあのぐらいの。小暮さんどこっすか。バンカーに入らないクラブ持つって言ってるのに、うん、入ってる入っちゃってる、飛んじゃってますね。ちょっとね、かぶっ、まあ、でも近いじゃないですか。直接当てて、ちょっと右目かな、ちょっとこぼれた、ちょっと右目です、はい、直接当てていった。
小暮さん悲しい。なんかダフってるんです、はい、くるくるまで話してたんですけれども、はい、なんか10種類ぐらいアプローチがあるって。誰がですか？小暮さんが。僕はないですよなので、はい、あ、これマークした方がいい？あ、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、どんな感じでいきますか？いや、スピンかけないと止まんないんで、はい、今スピンかけに行ってかかんなかったらもうしょうがないですよね。じゃあダイレクトグリーンでスピンかけていく感じですか？エッジキャリーぐらいで。エッジキャリーぐらいで、今のはミスです。まあ、小暮さんにもこういうことあります、はい、外すところはダメですよね。やっぱグリーンを大きく外れるところ、うんうん、もうミスっても左にミスしないと、うんうん、もうボギーしょうがないです。しょうがない。トンボがめっちゃ飛んでる。あ、じゃあ僕逆目ってことですか？あ、神様、はい。おお、ピカチュウ。ナイスイン。アプローチショック。ショック。うん、今のアプローチは、ついちゃった。まあ、ここからですよ。小暮さん。ゴルフってショックのスポーツだと思う。ショックのスポーツだ。こんなカメラ近いと緊張したりしないですか？いや、緊張よりもどうやって当てるかだから。おお、もうこっち、今こっちに集中。いいっすね。今ね、アプローチ打つ前にだからこう取られてるじゃないですか、はい、なんかね、手が浮ついちゃいます。慣れてない聞かれてから打たれますからね。そう、試合にでも出てた時って小暮さんのところにもみんなカメラついてたんですよね？ついてないですよ。あ、ダブルス？あの、じゃあジャンボさんとかとも回ってる時とかはついてないです。僕は、うん、キャディだ、キャディってプレイしてないんで、はい、あ、違う、キャディの時とは違う、やる時は違う。お願いします。今で198、キャディさんが今、はい、で、あのバンカーがこっちまで伸びてるんですよ、エッジまで。だからバンカー入れちゃうと縦に長いってことですね。そうです、はい、ですから、あのランピン位置考えたら左ね、花道、はい、ですけど、まあ、だからもうすごい保険かけるだったら左のバンカーに入れるぐらい捕まえていい、はい、奥のいいと思います。左向いてそれとも左側から打つとどっちがいい？今日左来てるじゃないですか。左来てます。だったらこっちから来てる。そういう、そういう時に限って右にスライス打たないでくださいね僕は今日は200ヤード打つクラブを持ってきてないんで、はい、6番アイアンで打つ。あ、もう花道 OK。 はい、花道狙いで、はい、ゆっくり、はい、タイミングよく、よく、はい、いいんじゃないですか。いいんじゃない、まっすぐバンカー。お、いいんじゃない。バンカー入んなかった。ラフちゃんと当たりを起こして、思うがままに、はい、思うがままにですか。ここはちょっとこう、蹴りのとこにぶつけます、はい、お、今うまく打ったんじゃない？あれ、変なとこ。ナイス、ありがとうございます。ナイス。待って、僕がここにミスしようとしてるのバレバレじゃないですかあ、いいんですか？こう柔らかい感じ。これスライス。おー、ナイス。僕的には最高、完璧です。スライスはスライスなんですけど、はい、パルって言い方ですかね。ほへみたいな顔、打ち出しから右出さないでください。はい、ほへみたいな顔しましょう今何言ってるんですか。バレた、バレた。今のはちょっとスライス意識しすぎちゃいました。はい、ボギーボギー。ナイスボギー。 YouTube のこれ小さい、もうちょっと、もうちょっと YouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。